この野郎だいぶ苦しんできてるぞ。あいつリンダちゃん強いな。散々俺のクソプレイによって驚かされているけど、あいつ死んだと見せかけてからのドーンはやめてくれよ。ちょっと待って、そこそこ心臓やばいわ。ん？てか道はそもそもこれで合ってたのか。あいつを倒したけどさ、多分倒したんだよね。もう鍵の使いどころがわからんし、もう。お？ここか。ようわからんかったけど。じゃあ俺何しにあいつに戦いに行ったの？うっ！びっくりした。急にヒューンとかやめて。てかなんかいるんだけど、あれ何あれ。なんかうようよってか、ふよふよしてるよね。何の音これ。おお、なんかチャージしてる。キュインキュインキュインっつってない今。めっちゃ墓場があるんだけど、もう完全にこれ幽霊の名産地じゃんか。もうここに幽霊がいなかったらどこに幽霊がいるんだよってぐらい幽霊の名産地だよ。突っ込め。こういうのはな、のろのろ歩くから怖いんだ。ただでさえ下ってんだから、ちょっとこの辺で取り戻していかないとね。おっと、なんか雰囲気怪しくなってきてないか。そもそもあれは何よ。ちょっと今取ったろ。よっしゃ。何あれ。もうあいつの場所に行くリンダちゃんもなかなかだわ。あ、でもなんか後にろうそくとかある。まあ、やっぱそういうとこに行かなきゃならんのやろな。何これ。ちょっと何これは。なんか最後の人間、なんかリリスだよみたいな、なんか人間じゃないか。ごめん、ちょっとエヴァ知識を中途半端に披露してしまった。セントラルドグマかな。待って、これ何。こいつを取っても何にもない。何これ。なんかこれいいやつなの。友達で、いいのこれ。近寄ってこいつも何もしてこないし、怖いし、不気味だし。なんなんこれ。僕はどうするのが正解なんこれ。いやー、本当にどうすんのこれ。すげえ怖いんだけど。行ってみるか。これでなんか写真を撮ることで火がつくとかじゃないの。なんか一個だけ火ついてんね。これを全部火つけるのが目的的な。なんか青い枠が出てる。何これ。考えたら赤い枠の時がなんか敵が出てて、青い枠の時は何なんだろう。このろうそくがあるからかな。回復してんのこれ。まあ、体力っていう概念もこのゲームよくわかんないんだけどね。やばい、わからん。あ、なんかいる。なんか帰ってきてたら。ん？あれ？あれ？ほれー。一発で死なねえな。ほれ。引き狩り。なんだお前、やんのかこの野郎。ほらほら、スマホによって苦しめー。あれ、全然死なない。ちょっとマジっすか。ほれ。あ、つかかえた。マジ。あ、うお！いやー、ちょっとリンナちゃん、起き上がって、立つのです。ちょっと待って、複数いたんですけど。ていお、あいつだいぶ壊れてる。おー、ちょっと待って、近くない？近ない。くそ、なんなんだあいつ。リンナちゃん、意外とヘッチャラだな。よいしょ。ちょっと待って、なんなんこの戦い。なんか来たー。もう、なんかサーベル持ってたり、鎌持ってたり。これ、あいつの友達か？あそこにいたやついいやつだと思ってたら、あんまいいやついなかったか。お、やった。死んだか。やったか。ああ、スマホ強い。いや、でも待って、まだなんか、赤い。で、あいつカメラ越しじゃなくても見えたな。あ、この赤枠のやつがダメージなのかな。わかんねえな。とりあえず消えた。ああ、びっくりした。これであっち行けば OK とか。ちょっと待って、ほんとわかんねえ。どう進むのが正しいのかっていうね。今に、ほら、ついてなかった2個あったから、あれで2つついたとかってことかなって感じなんだけど、そうっぽくない？
だってほら、あ、ついてるついてる。ほら、やったぜ。ほら、どうだどうだ。だから、やっぱあそこの、笑ってたあの、ね、ワープしまくり女と、今さっきの2匹倒せないと、ここが止まらなかったってことか。なるほどね。ん？で？あ、それでも関係なし。ほらよ。え？ここの明かりが灯っただけで特に何もないんだけど。それでなんかフラグ立ったんじゃないの？ダメなの？そうなの？撮るけど何もなし。マジ？ん？なんか反応がある。けどとっても意味がない。お？ん？あ。お。なんか一気に全部と、おお、目がギョロギョロしてる。お？ロード中。おお。すごい画面ガザガザなんだけど、これは俺が悪いのかこういう仕様なのか。なんか赤い人が歌ってる。オープニングってこと？ああ、あ、やっぱ夢落ちなんだ。長いチュートリアルだったな。あ、これさっきの子じゃない？イラちゃん。ドレッドアウト。パパパパ。なんかこれ日常ほのぼの系みたいなノリになってるんだけど。やつ鼻ほじってたぞ。先生、この道で合ってますか？ヤヤン。静かだと思うんだけどね、急に道が上がってきたわ。ドニー。もう、これ結構これは、お、今度は何？シェリー氏。ん？どうしたどうした、何があった？てかそもそも何しに来たの？修学旅行的に、ああ、足壊れちゃってんじゃん。あれ、まあ。お？ここから動けんの？お、動けるし。お、動ける。やばい、なんかカメラ、すげえこれ、感度早くね？あれ、さっきより早くね？これどうしたの？これで話しかけられはしないのか？これさっきのイラちゃんか？ちょっと待って、ちょっとカメラ、ちょっとたまちょシステム設定、ゲームプレイ、マウス感度高すぎうちじゃない？ちょっと今、ちょっとさすがのこの僕でも無理ですわ。これぐらいがまだちょうどいいか。ここ何なの？ I really wasn't expecting there to be a bridge here. That complicates things a bit.Hey, Miss Siska! Are you listening? Stop ignoring me! Hang on a minute, Sal. Technically, we shouldn't be too far from home. すでに迷子なのか。俺もだってそもそもが分かってないのに。So, what now? Actually, Miss Siska, what we should have done was taken a left turn initially, turned right at the intersection, and then went straight before turning around and making a left instead of a right. 先生が単純に間違えたってこと？ Blabbermouth. Excuse me. 喧嘩すんなお前ら。顔でかくねお前。Please, just やべえなこの顔。Jeez. This place is so awesome. そうね。Oh, man. Cool. かっこいいってほんと何も見えないんだけど。あれ何、俺の設定が悪いの、全然遠く見えない。あ、なんか話しかけれる。先生どうすんの？ Where exactly are we? ね、ほんとなんなんここ、まあ分かんないだったら戻ろうぜ。God damn, what a wreck. With a bridge that size, this is a disaster.
確かに。ちょっとしたホラー映画みたいだ。そういうこと言うのはな。じゃあ字幕消えるの早ない。まあ、イラちゃんはいないのか。それフラグだからやめるよ。マジで化けて出てきそうなんだけど、シェリーちゃん。こっちがイラちゃんかな。シェリー。この変態。これだからね、あのね、若い子はね。あ、やっぱこれがイラちゃんか。何？あ、いいの？はい、チーズ、なんか目やばくない？はい、チーズ、おい、こっち向けよ、お前。チーズ！あ、こいつ。いいのか？ BFF って何？なんで口笛吹くの？煽ってんの？そういうことなの？待って、これどうすりゃいいの？もう帰ろうぜ。あれって何？ん？なんでこれにずっといるの？いや、帰ろうぜ。だってもうここの道どの道通れないし。ねえ。あ、GPS なんてあんの？まあでもどの道通れないんだから帰ろうよ。ねえ。地図にない街。あかんですよ、それは。たまになんかそういう怖い系の話で出てくるやばいやつだよ。帰ろうよ、もうやばいって絶対。さっきまでのちょっと楽しい雰囲気どこに行っちゃったの？しかもこれでつらと話すだけで。お、なになに？ん？ちょっと待って、なに？どこ行くの、君？え？え？ん？何してんの？マジで奇怪な行動してるんだけど。葉っぱ取ってんの？なんとなく通る。え？本当に何やってんの？え？あ、通れるようにしてくれたってこと？か、笑い、向こうです。あ、向こう側に渡ろうぜってことか。それでこいつらは、その恐怖の世界へと誘われてしまうのだな。わあ、橋やべえな。いやー、絶対こんな雰囲気だと行きたくねえわ。なんで行くかな。たまに廃墟探索とかで楽しむ人たちいるけど、そんなノリなんだろうか。やばい、怖っ。まあでもそんなノリなんだろうな。廃墟ってロマンあるもんな。マネしやめて。そうね、先生の責任問題になっちゃう。まあ一応橋崩れてるけど、渡れることは渡れたのか。ねえ、これさっさと車乗って戻ればよかったのに。からもほんまもう、ちょっとダンスイータちゃんもさっさと先行っちゃってるし。しかしお前ら最強スマホ持ってなければ太刀打ちできないぞ。あいつら浮いてね、ちょっと今浮いてる感じなんだけど。まあその辺は下手に突っ込まず。ボロボロやな。はあ、先生来るの遅。責任問題ですよ、先生早く来ないと。まあね、現実的に考えてね、そんな幽霊なんて出てくると思わないものね。そうよね。まあそういったホラー映画の人たちは死んでたんだが、またはホラーゲームの人たち。あれ、もう一人の男は？ドニーはドニー。ドニー先行くの早いよ。先行ってんの、あいつ。なんで君が止まったの？こいつ絶対めっちゃスケベだわ。そして誰もドニーを、あ、ドニーはあっちにいるわ。お前行きすぎ。おっと、目的が更新されました。なになに？この街は長い間放置され、大通りに繋がる橋桟を介して、みんなこの街を調べることに興味津々だ。おっ、何なんか今カメラ一気に変わったけど、イラちゃんと話せってこと？なんかちょいちょい画面がガクガクするの、俺のパソコンのせいなのかなのか。これ、あ、なんかイラちゃんだけついてきてくれるね。先生とかは来てくんないの？ねえ、みんなで行こうよ。固まって行こうよ。おっと、なんでここがグッとなの？この子は何？メーカー的な？それと単純に怖がってる的な？おったろ。わかる。そもそもどこの国の話なんだろう、これ。国によってはワンチャンありえるのかもしれないが。ちょっとお前、ちょっと一旦たま。はい、すいません、おかえり。ただいまか。俺がおかえりって言われた人だった。ドニーっていう、なんかもうちょっとジャイアンキッスのやつが突っ込んでたから。ある意味は当時あるんだろうけども。はぁ、一体これ何だったのかね。まあ、だからなんだろう。神だ。ゼロシリーズをこうちょっとね、スカメラで攻撃するっていうのはそうなんだけど、あと雰囲気としてはサイレントヒルに近いんだよ。なんかゼロとサイレントヒルを混ぜたようなゲームがこのドレッドアウトってことらしいんだけど、あ、これ開けるぞ。あれ、まあある意味ね、これ廃墟は本当ロマンがあるけども、今回ばかりはなかったな。ちょっとやばいよね。なんか廃墟って言ってもさ、もうこれ街ごとだからもう廃墟ってレベルじゃないよね。こうなるぐらいのやばいことがあったってことか。でもなんか物のふるさとか見ると結構前から、あ、しかもあれね、山派じゃないわ、山派見えないけど、
的なのがあったのかな、これ。でもしばらく走りゲーになっちまった。さっさと展開的に行ってしまった。ドニーを連れ戻さないとってことかな。ドニーが全然いなくなっちゃったね。ユラちゃんだけ頑張って一緒についてきてくれる。サルタン先生とシェリーは謎の会話してるよ。今度卒業ってことは高校3年生なのかな。これどこまで行けんだろう。あれがソフトだよね。てかどうやって先生たちの声聞こえてんだろう。結構遠くにいるんだけど。ドニーいたわ。どこまで行けんね。長いな。捨てられた街なんだろうね。ただもう結構時間経ってそうだよね。いろんなこの錆び具合やら道路とかもボロボロだもんね。結構でかいな。本当にガチで街やな。あ、自転車も痛い。あ、やっぱり来ればいいよ。右目出てくるこのマークは何なの。ドニーがどんどんこっちに。しばらく移動を楽しみください。あ、なんか起きてる。何これ。なんか不気味な兵士のメダル。ジョノという名の献身的な兵士のメダル。それはなんか意味ある。ちょっと見てみよう。特別なストーリーアイデアだこれ。はあ。イラちゃんだけめっちゃついてきてくれるけど。お。すごく大きいです。なんだ？あ、もう一人の女の子は昨日地元の子を死体で発見されました。前の二人の犠牲者、エティとディアンと同様にスハルティは首吊り状態で発見された。今回事件は 1D 教室で起きました。1D？ 前の二つの処刑は自殺であり別々の孤立した事件だったとの結論の後、実際は女性全員が殺人の被害者だったと警察は公式に発表しました。ジャカ警部は、我々はこの殺人についてすっかり手がかりを持っていると今回のケースについて述べました。だから殺人事件があったってこと。学校か。はあ。まあね、同じ JK としてはちょっとね、他の高校に勝ち込みに行かなきゃね。もう高校か分かんないけど。おっと、なんか始まった。謎の BGM。これがインドネシアか。小学校だな。字幕早いな。ここが真実か、挑戦かにぴったり。Reminds me of the first time we met. You still remember, don't you? Oh, I see. Girls talk. Hey guys, we're about to check out the inside. Wanna come? Okay, you're lost.ひど。しかもなんかこう絶妙にスカートなんか暗いんだけど、ちょっとなんで見えないの。Hey, what are you guys running off to? え、こいつら仲いいのどうなの。ちょっと怖いんだけど、やってること。Where are we going now? I so need a massage. Yeah. I remember the weather was cloudy. Just like this. てか、イラちゃんとリンダちゃん仲いいのかよくわかんねえな。We clicked right away, didn't we?We clicked right away, didn't we? Do you remember when we used to be in Girl Scouts together? Oh, who was that one teacher? He disguised himself as a pochong. Pochong. I was so freaked out. But you weren't even phased. Pochong ってなんだろう。怖い何かなのかな。And you threw a rock at him. No, it was more like the size of a boulder. リンダちゃんは前からあのホラー体勢はあったってことなのかな、この話は。Come to think of it.You're always kind of like my personal bodyguard. さっきのチュートリアルだったら完全に君置いてったけど。しかもイラちゃんが一方的に喋る。I haven't called you sis in a long time. さあ、なぜそんな話を今してしまったのか。それは今後の展開が恐ろしいからなのでしょうか。お、お。どうした。Hold on. They've been in there for a really long time. あかん。We should probably go check on them. え、てか何、どんだけ時間経ったの。マジで夜になってんのこれ。アホちゃう。え、お前らどんだけ待ってたの。どんだけおしゃべりしてたの。普通気づくだろ、途中で。長くないって。この子たちの時間感覚がわからん。どうしたのじゃないよ、もう。今回イラちゃんはあれなのか、パーティーなのね。ああ、絶対やばいわ、これ。もう、さっきまで明るかったのに暗くなってんだけど、こいつらの危機管理能力のなさにびっくりだわ。と思ったら帰ってきたよ。
なんだ、大丈夫だったのかよ。もうなんかここでアウトなことになってんのかと思った。あれ、てか一人いなくね。スネオポジションのやつがいなくね。あのスケベガオくん。Okay, kids, gather round. It's time to head back. ほら、ほら。Hey, where's Yayan? Yayan. あかん。Ah, crap. Where the heck did he run off to now? お前ら。てか携帯あるんじゃないの？スマホで連絡でしょ、そこは。というわけで、ヤーヤンを探すことになるんだけど、そこからってところか。なんだろう、普通にしててもイラちゃんってちょっと怖い。ヤーン！えい！ヤーヤン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 ！お？ヤーヤン！あれ？イラちゃん？I'm trying to right now, Miss Siska. まあやっと出ましたか。てかイラちゃんの様子がおかしいんだけど、なんか取り憑かれてない？イラちゃんもともとなんかそういう体質っぽいし。ヤーヤン！あかん、イラちゃんがあかん。ちょ、誰か気づいてあげて。ボディーガードの主人公。おーっとまずいお目目が。ファ！どういうこと？